どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら最終クエスト近畿30の極挑戦していこうと思います。はい、26からですねソロで登ってきた近畿なんですが、ここでついにもう30に突入いたしました。はい、僕はね、身の源泉とかね、紋章とか、あとは守護獣とか全部サボってるんで、本当にね、最低限のキャラパワーと、あとはもう気合で登ってきたわけなんですが、なんとか30まで挑戦できる権利を得たということで、ここまで来たらやっといるのよ。源泉済みのキャラが、まあ、紋章と守護獣はいないけど、身はついてるんですね。29とか3体身ついてないからな。やべえぞ、マジで。はい、ということで、まずはリーダーネオです。超砲撃レベル120で、こちら、即一殺平明、熱き遊撃の力特エルつけております。はい。そしてこちら、ヤクモです。ヤクモは即一殺遊撃、同族過激、加盟撃つけてあげています。はい。で、からのヤクモです。こちらもね、超砲撃レベル120で、こちら、平明に、照明に、こちら、熱き遊撃ついております。あれ平明、照明、被ってない？え、被ってない、被ってない、被ってない。かぶってました。すいません。で、フレンドはこちら、シュレーディンガー。これ、適正1位でした。即必殺、同撃、同族加盟、同族過激速、同族過激の感じとなっております。はい。もう、ダンジョン全くわかんないんで、もう何か話す前に挑戦していこうと思います。30、完全にわかりません。マジ、なんもわからん。やっていきましょう。一部の敵は、一定回数触れるまでダメージ無効。了解しました。やっていきましょう。まあ、よくはとりあえず役も、とりあえず役も、はいはいはい、とりあえず役もね、ドーン950万1000万、いいね。ぶん殴っていきましょうね。ここでワープか。ワープはねダメージ入んないんですよね。なのでまあこんな感じで一旦ちょっとまあね、設置だけしといてあげ、あ、減速壁か、やばい、速度減少あるんだ。なるほどね。ちょっとしんどいけど、まあ、ここも一旦もうこんな感じで弾いてあげて、ネオの力でちょっとでも削ってほしい。まあまあまあいいんじゃない。でシュレティンガーはどうせ減速壁とワープを持ってる。ほらね、だから1位なの。待て待て、これはちゃんとこんな感じで弾いてあげて OK で、ちゃんとねレーザーも設置してあげてるけど、まさかの直殴りと突破と。シュレティンガー強いね。シュレティンガーで合ってる、シュレディンガーね。オッケーオッケー。シュレディンガーね。シュレディンガーいいね。右下のそれ何？待って。あのね、そう。そして俺は毎日みんなのアドバイスで強くなっている。ネオは結構頻繁に SS 打った方がいいらしくて、だから打ちます。よいしょ。結構ね、ネオは打ち得らしいよ。どうこれ？役も行くんちゃう？ワンパン。努力破壊スーパースターね、これ。とんでもないぞ、おい。やばい、でもこれちょっとね難しいですね。なんだかってこれね、ヤクモの SS をね、間違えた、ヤクモのね友情を設置する場所がないんだよね。だからちょっとこれはまあ雑魚処理しつつ一旦、はいはいはい、一旦雑魚処理してあげてね。おお、なるほど、移動してくるタイプか。何その虚無の波動みたいの。うわー、これきつ、速度減少結構飛んでくるね。うわー、ちょっとこれ仕方ないね。ここはシェレディンガーでしっかり弱点のところに役も設置して、待って、なんか思ったのと違うけど設置できた、ナイス。何ブロック、あ、そこブロックあるんだ、かぶってて見えなかった、もったいねえ。 OK、 でもまあこれでいい感じに削ってあげて、お前速度減少削る、いやさすがネオマジで最高。ネオ一番偉くない、いい弾き方ない、こうじゃね。え、ネオってアンチブロックある？あるかないかによって結構変わるんだけど。100も当たれ。あーまあいいんじゃない、普通にいい削りはできそう。いいね、ナイス。さあ、またしても薬物の火力が入りづらいのって、ちょっとそこだけ注意しながら。まあこれでいいでしょう。はい。直殴りで。あー、ワープあるんだった、ワープトラップが意外とうざい。これも直殴りゲーミングでいきます。わー、パールンだった何回やるんそれ。まだもいいでしょう、これで倒します。はい、 OK、 しっかりレーザー設置してあげて、まあダメージオーラ焼けるけど、言うてレーザー設置できてるからこれは突破のはず。ドン、 OK、 ちょっ
ちょっとやっぱ速度減少だけ難しいね。そこだけ難しいけど、まあ倒せたから大丈夫でしょう。なんかネオは SS ターン短縮があるみたいな聞いたんだけど、なんかわかんないんだよね、あんまり。短縮できない。なんか別キャラが持ってんのかな。ちょっと待ってね、終わった。こうしかないじゃん。あ、こうじゃん、てか。絶対こっち。危ねえ。ナイス判断、ナイス判断。え、最高！え、うまい。ちょっと待って。30に来て、いいプレイ。いいよ。ワープ向こうがないんだよね。そこだけ。まあもう友情触れてさ、運ゲーしようぜ。おい、壁当たれ。あ、速度減少あったのか。でもいい感じに削れてる。ナイスナイス。なんかね、弱点がたまになくなったりするけど、なんだろうこれ。これでまあ右関して、ワープあるんだった。ミスった。やばい、速度減少がやべえな、これ。意外と薬も潰しがやべえ。これダメージからまさか。いや、死んだみんな。死んだ。あとなんか回復できた。なんか回復できた。倒せ倒せ倒せ倒すしかない。よし、ナイス、薬も。おい、あれ何？ちょっと待って。あんな壁あった？そういや途中で出てきた気もするけど。ここに来て初見のもん出てくんのやばいだろ。どうしよう。アンチブロックはないんだよね。意外とブロックないのが痛いんだよな。これもしかしてブロックぶつかります？ぶつかりはしないけどダメージも出てないか。あ、めっちゃ出てる。え、これ何がこんな強いの。まさかコピー、君。お前こ俺本当にモンス知らないのはさ仕方ないじゃん。俺シュレディンガー今日初めて使うのね。だから許してほしいんだけど、コピー持ってることに今気づくのはちょっとさすがにやばいだけど。だからこれずっと薬物、そういうこと。じゃあシュレディンガーはネオであり薬物ってことか。シュレディンガーネオであり薬物説検証してみた。ブロック入ってるよね。オッケー。だからこれも結局シュレディンガーは光のレーザーを打てるから薬物と一緒にドーン。なるほどな。じゃあめっちゃ強いやん。え、てか待って、確かにさ、そもそもシュレディンガーってそういう感じ、元々さ、元ネタもそういう感じじゃん、シュレディンガーのね、あれって。あれとあれは別か。だからでもまあなんとなくね、そのね、強さはわかるね。納得って感じ。いけ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 、よしよし。オッケーオッケー、いいね。攻撃力防御力減少めっちゃいいやん。お胸を打ってあげて100持ちます。ブロック消えてるからちょっとこれまっすぐ目にカンカンしてシュレディンガー当たりたいね。でしっかり友情取り切って、でシュレディンガーのネオコピーからの薬物友情でしっかりと突破していく。 OK、 完璧。まだ道中バトル7よ。長すぎんこれ。さすが30階層と言わんばかりのね、長さだね。こんな直殴りしてもあんまり見ないんだけどな。一旦でもレーザーでちょっと削ってあげて。何今の、まさかあそこにいたら攻撃力上昇バフもらえたみたいな。そういうのあったよね。だってそういうのあるじゃん、近畿って。この場所にいたら攻撃力上昇バフもらえますよみたいな。まさかそのパターンだった。ただまあここもコピーでしっかりと当てていく。ドーン、いいね。6800、まあまあまあ低めだけど、まあまあいいでしょう。一生攻撃させるな敵に。いけ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 。これ何、スピード上昇、攻撃力上昇、スピードアップ、いいね。おいおい、みんなボスが終わったぞ今。これ絶対終わった、これ絶対終わった。こっと、え、お前の方が上ってこと。でもアンチワープだ、地獄だ。あー地獄だ、最悪や。当たれ、薬物に当たれ、薬物に当たれ、薬物当たれ、よし、2発、2発でかい、2発でかい。あと壁当たれ、壁当たれ。まあまあとりあえず削れ、もう何でもいいから。よし、ナイス。なんかもう分かんないけど1億削ったら十分だよ。ナイス仕事、マジで十分十分十分。お前よくやった。パープだ。
当てて壁設置でかい。それ壁設置できるのでかい。オーケーナイス。よし、12ターン突破短か今度逆に。よし、 SS 上がったぞ。1階層。なるほど、おもろいやん。薄く切るわ、これめっちゃ薄く切る。これ弱点攻撃力アップからのしっかりと薬物友情発動して、弱点攻撃力アップからの薬物友情。いいよ、3億。シルディンガーの SS はスピードかアップ、減速かとかかさぶ。終わった、みんな終わったわ。よし、終わらせようぜ。いやこれさ、もうさ、横でいけやん、これ。まさかもう弱点アップとか良くない？よし、俺は間違ってないよ。お前が一番強い、お前が世界で一番強い。お前の SS は俺の近畿ソロ攻略を締めるのにふさわしすぎるよ、マジで。ということで、近畿26から30をね、ソロ攻略するね、近畿攻略シリーズでした。いかがだったでしょうか。30は簡単でしたね。やっぱり適性がいるっていうのと厳選をしているっていうのはやっぱりでかかった。ダントツで難かったのは、もう何回考えても29。なんかルシファーを入れるっていう発想になるまでが難しすぎた。29がダントツで、まあ次が27かな。やっぱり27がかなり難かったかなって感じでした。まあ言うても、でも近畿もね、もうかなり昔のダンジョンになっているとは思うので、みんなからしたら簡単かもしれないけどね、やっぱりね、まだ始めて2週間ぐらいですか。なんでね、まあちょっとそこはね、許していただければなと思います。はい、いくか。やばいらしい、これ今モンストで一番難しいらしい。次回ユーコル近畿深淵に触れる、まあクリアなんて絶対きついと思うんで、触れるか。ありがとうございました。